2020年と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？待ちわびていた東京オリンピックの開催、それとも子どもたちの学びが大きく変わると言われている教育改革？2020年度より新学習指導要領や大学入学共通テストを実施などという言葉をよく耳にしますが、いつから何が変わるのでしょうか。今回はその教育改革の一つである外国語活動について佐倉市の英語教育に迫りたいと思います。変化の激しい時代を生きる子どもたちが社会の中で活躍できる資質、能力を育成する教育改革。中でも外国語教育に関して皆さんも関心が高いのではないでしょうか。親世代にはなかった外国語教育。まずは日本でいつから外国語教育が始まったのか見てみましょう。遡ること今から18年前の平成13年、文部科学省が外国語教科方針を打ち出しました。学習指導要領の改定に伴い、総合的な学習の時間が始まったのが平成14年。その授業で英語を指導する小学校が増え始めます。平成23年、5、6年生が外国語活動を学習し始め、子どもたちにとっても英語に触れる機会が徐々に増えてきました。そして1年後に迫った2020年、3、4年生は外国語活動を、5、6年生は教科としての外国語の学習がスタートします。うちの子、英語を習っていないのに大丈夫かしら。もし最初からつまずいて英語嫌いになったらどうしよう、などと不安に思う保護者の方も多いのではないでしょうか。2020年から実施される新学習指導要領に先駆け、佐倉市でも外国語学科、外国語活動に取り組んでいる小学校があります。それがこちら、佐倉市薄井地区にある王子台小学校です。全校児童340名が通うこちらの小学校は今年開校35年目を迎えました。住宅地にありながらも近くには豊かな自然が残されているのが特徴です。王子台小学校は平成27年から29年までの3年間、文部科学省から指定を受け、外国語教育研究に努め、全校での外国語活動に取り組んできました。今年度は佐倉市の研究指定を受け、1、2年生は年間25時間、3、4年生は35時間、5、6年生は70時間に増やし、本格的な英語学習に向けて研究を行っています。1月31日、この日は英語の研究授業の公開日。どのような授業が行われているのか見せていただきました。まずは3年生のクラス、外国語を聞くこと、話すことを通してコミュニケーションを図る基礎となる能力を育成することを目指しています。児童は30名、担任の先生と外国語指導助手 ALT の2人による授業です。ハローエビワン。ハロー、ミネミヤオル、アスカ先生。グッドモーニング。英語の挨拶でスタートし、二
日常会話を楽しみながら進めていきます。皆さん、スラスラと言えましたね。リズムに乗って楽しそうですね。繰り返し声に出すことで自信がついてきたのか、どんどん大きな声になってきました。身近な単語が分かると子どもたちの表情もキラキラ、興味津々な様子がうかがえます。特別なテキストは使わず、カードや CD、 デジタル教材を使って聞くこと、話すことに重点を置き、授業は展開されます。今日の授業のポイントは What's this? It's の表現です。何やら先生が紙の袋を取り出してきました。ヒントをもとに袋の中身を当てます。動物で赤い犬、中身はチーバくんでした。次は実際に自分たちがやってみる番。ペアになり、配られたカードを使ってカードチェンジゲームに挑戦です。 How are you? I'm happy. How are you? I'm sensitive. What? 挨拶に始まり、一通りのやり取りが終わってカードを交換したら、次のお友達とチェンジです。何度も何度も繰り返し行うことで、自然にフレーズにもなれ、スラスラと口から会話が発せられ、身についているようです。ずいぶん賑やかな雰囲気になってきました。耳で聞き、実際に声に出して話し、英語に慣れ親しませ、友達と英語で伝え合える喜びから、自然に学習への意欲を高めていきます。受け身の授業ではなく、まさにそこにいる先生と児童で作り上げられていく授業。子どもたちの声を聞いてみました。英語の授業は楽しいですか？はい、楽しいです。みんなと一緒に英語の授業をして、英語をしゃべったりするので楽しいです。僕は友達と英語を教え合ったり、カードをチェンジっていうか交換したりするところが楽しいです。外国の人が道に迷ってる時に道案内をしてあげたいです。 How are you? Fine! Speaking! 続いては5年生のクラス。今日の授業は担任の先生一人で行います。英語で歌を歌うことから始まりました。ウォーミングアップを終え、声
声もよく出るようになったところでチャンスです。時間割を尋ねる会話に取り組むため、まずは各教科の発音です。さすが5年生、リズムに合わせてテンポよく上手に言えました。今日のポイントとなるのは Have 何々を持っていますかと何々がありますかの2つの場面でのやり取りを見せます。 I have apple. ハブが持つ2つの用法に気づいたところで、今日の目当ては時間割を尋ねる会話。みんなで何度もインプットとアウトプットを繰り返すことでスムーズに言えるようになってきます。慣れてきたところで、今度はビンゴカードを作成し、ゲーム形式で英語のやり取りを行っていきます。ビンゴカードを作成することで、自然と読むこと、書くことも取り入れられています。ゲーム感覚となると、子どもたちも楽しみながら学んでいるようですね。東京オリンピックで外国人が困っていたら声をかけていきたいです。お父さんの友達が外国の方なので、その人とご飯を食べに行ったりとかした時に話しました。お母さんが英語を話しているのが意味がちょっと分かるようになりました。ALT のハッサン先生がネイティブの発音してくださっているので、子どもたちはそのハッサン先生の発音で、を真似ながら、とても発音がどん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 上手になっていくなっていつも感じてるんですけど、ハッサン先生の説明とかがやはり聞き取れない時、子どもたちが理解していないところなどは、私の方で日本語で、説明を加えて、子どもたちがしっかり理解した上で、活動ができるように、授業の方を進めるように心がけています。アシスタントランゲージティーチャー、通称 ALT と呼ばれる外国語指導助手、さくら市の小中学校では現在17名の ALT が外国語授業の先生として活躍しています。今では言わずと知れた ALT ですが、さくら市で ALT が採用されたのは今から34年前の昭和59年。英語教員の補助として1名の外国人講師が中学校に派遣されたことから始まりました。現在はイギリス、フィリピン、アメリカ、カナダと国籍も様々。9カ国17名の ALT が熱心に指導に当たっています。今年度、王子大小学校で英語の指導に当たるのはハッサン先生。モロッコ出身で来日して27年。
日本語も堪能なベテランの先生です。まあ、今と8年前と比べたらやっぱり小学生の皆さんが英語に対して昔前はちょっと心配とかあんまり外国人と交流したくない気持ちがあったんですけど、最近はそのフレンドリーと喋りたいっていう気持ちが前よりは良くなりました。やっぱり一番重要と思っているのは、まあ恥ずかしなしで間違っても知ってる単語を使ってコミュニケーションを取ろうとしてほしいです。子どもたちにメッセージは、まあ、小学生に向かってのメッセージはやっぱり Keep trying forever。 そして二人三脚で英語の指導にあたる日本の先生にもお話を聞いてみました。ハッサン先生はレッスンプランを立てるときにいつもとてもよく相談に乗ってくださいます。こちらからこういう授業をしたいんですっていうふうにお話しするとこういうアイデアもあるよっていうことで、たくさんいろいろな学校で子どもたちと接しているので素晴らしいアイデアをもらいながら授業を組み立てています。2020年日本でオリンピック・パラリンピックが開催されます。佐倉市は成田に近いのでおそらく観光で海外の方が町にたくさんいらっしゃるのではないかと思います。その時に子どもたちが気軽に話しかけられるような子どもたちになるといいなと思っています。佐倉市の英語教育、子どもたちは特別な教科として構えることなく、私たち大人が思っている以上に自然に英語教育に臨んでいることがよく分かりました。子どもたちの楽しく学ぶ姿勢は頼もしくもあり、これから世界に羽ばたくたくましい姿を想像させられました。